ラブミです。これから初めてのタイに行ってきます。私は今年初めての海外に行ったんですけど、そこでは私が外国人なんだっていうのが分かって、取り繕う必要がないっていうか、誰も私のこと気にしてないっていうか、ありのままの自分でいられる、いていいなっていうふうに思えて、すごく楽しかったです。また行こう。それでは今日もいい日になりますように。バイバーイ。